私は人間はイライラしていると攻撃的になるということを知っています。私は攻撃されるのは自分が悪いからではないということを知っています。私は他人をダメだと否定することでイライラを解消しようとする人がいるということを知っています。私は他人からダメだと言われるのは自分がダメだからではないということを知っています。私はあなたは恥ずかしい人間ですよと言われても自分を恥ずかしいと思う必要はないということを知っています。私はイライラして攻撃的になっている人の言葉を受け流すことができます。私はどれだけ他人から攻撃されても自分をダメだと思う必要はないよと自分に語りかけています。私は自分ではなく攻撃する人に問題があるんだよと自分に語りかけています。私は誰に何と言われようと自分は大丈夫と肯定することを選びます。私はどれだけ他人から攻撃されても自分を守ることができます。